心からご挨拶申し上げまして失礼いたしております。本日は佐沼津島神社様の上棟奉祝祭、誠におめでとうございます。そして私たちに奉納演奏の機会を与えてくださりありがとうございます。このような貴重な体験をさせていただけるということで部員一同大変嬉しく思っています。私たち古川学園高等学校吹奏楽部は現在部員60名で活動しています。学校の所在地が大崎市ですが、部員60名のうち17名が登米市在住の部員です。私自身石越町の出身で、津島神社様には幼い頃から大変お世話になっていました。それでは早速演奏させていただきます。1曲目はファンタズミックです。ファンタズミックは東京ディズニーシーのエンターテインメント使用曲で、夢見ることや信じ続けることの大切さを歌った壮大な音楽です。本日のオープニングとしてお届けします。どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。それでは演奏します。こちらの本殿で大きな旗を持って演技していた部員はフラッグと呼ばれる部員で、主にフラッグを使った演技をしています。場所の関係でいつもよりコンパクトな演奏にはなってしまいましたが、お楽しみいただけていれば幸いです。次にお送りする曲は大人気ガールズグループ NiziU の Make You Happy です。縄跳びダンスが一躍話題となり、社会現象にもなりました。この曲のタイトル、Make You Happy には、あなたを幸せにしたいという意味があるようです。本日はお集まりの皆様に、ハッピー、幸せをお届けできるような演奏をしたいと思います。それではお聴きください。
皆様、こんにちは。米山中学校出身の佐々木美久です。本日は演奏の機会を与えてくださり、ありがとうございます。続いての曲は、昭和の歌謡歌手、坂本九さんの上を向いて歩こうです。この曲は、海外でも、すき焼きというタイトルで愛されている曲です。新型コロナウイルスが全世界に猛威を振るっている今、この曲で不安や孤独を乗り越えようとするプロジェクトもたくさん発足しています。どんな困難にも負けずに、上を向いて、前を向いて歩いていきたいです。さて、この上を向いて歩こうは、本日はなんと、津島神社の巫女さんと一緒に演奏したいと思います。カレン先輩、お願いします。紹介に預かりました津島神社の巫女を務めております鈴木カレンと申します。よろしくお願いいたします。私のことを今紹介してくれた佐々木美久さんと同じ米山中学校出身で、今は、古川学園に進学して顧問の山木先生のもと、吹奏楽部を3年間吹奏楽部に所属して、充実した3年間を過ごすことができました。今回古川学園の吹奏楽部さんに演奏を依頼したのは私です。もちろん母校だからという理由もあるんですけれども、この子たちなら絶対に素敵な演奏をしてくれるだろうなという信頼があったので、依頼させていただきました。今回ですね、山木先生からよかったら一緒に演奏しませんかということで、お話をいただいてすごく嬉しいんですけど、同時にすごく緊張しております。精一杯頑張りますので見守っていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。それでは演奏いたします。私たちの OG でもある鈴木カレン先輩のトランペット演奏にぜひご注目ください。
先輩にもう一度大きな拍手をお願いします。いよいよ本日最後の演奏曲となりました。最後にお送りいたします曲は古川学園高等学校吹奏楽部のテーマソング風になりたいです。この曲にはレッツ、ユナイト、FG、古川学園みんなで心を一つにしようという掛け声を盛り込んでいます。そして私たちはこの曲を演奏するときはいつも毎日の練習は天国や楽園ばかりじゃないけれど、吹奏楽を通して聴いてくださる皆様と